ソポ・ハルバシ、または、ソポ・カルバシは、グルジアの歌手である。ラズジンの家に生まれた。ソポ・ハルバシは2006年に、ラトビアのユールマラで行われた音楽コンクール、ニューウェーブにおいて3位を獲得し、ロシアのプロデューサー、イーゴリクルトイ率いる、音楽事務所アルスと契約、グルジアへの外旋帰国を果たした。 帰国後すぐに、グルジアのイメージ TV のタレント小番組、オンイメージ、エスウェーブスの司会を頼まれ、これを引き受けた。2006年12月12日、ソポの曲、ビジョナリードリームが、グルジアが、初めて参加する2007年のユーロビジョンソング、コンテストのグルジア代表に選ばれた。この曲ははじめ、マイストーリーと呼ばれていた。 2007年5月10日に行われたユーロビジョンソングコンテスト2007の準決勝で、ソポは8位に入り、決勝進出の条件である10位以内をクリアした。同年5月12日に行われた決勝では12位に終わった。彼女への投票が最も多かった国は、リトアニアであった。ありがとうございます。